はい、こんにちは。今日はですね、α6500 で、えー、その時だけマニュアルで合わしたいと思った時に簡単にワン、えー、ボタンを一つ押す,押すだけで、えー、設定をできる方法を説明したいと思います。えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、まあ、オートフォーカスにした場合ですね、えっ、ー、と、まあ、基本、えー、すごく便利な機能なんですけども、まあ、今、こうやって、今、 えっと、観葉植物より、えっ、ーえー、と、ガムテープの方に今、ピントが合っております。これ何回半押ししてもそうですね。まあ、こうやって合わす方法もあるんですけども、さっきこうやって被写体に合わして、こうやってもう半押ししながら押すっていうテクニックもありますね。もう一度言いますと、ここに、えー、もし観葉植物に合わせたいなら、先に観葉植物の被写体をメインに、えー、半押しをする。そして押し、半押し押しながら、 えっと、クリック、えー、すいません、シャットを押すっていうので、えー、ピントが合わすこともできるんですけども、今回はマニュアルでしたいと思います。はい、このように今ね、普通に撮影したやっぱりガムテープの方にピントが合っちゃうんですね。なんで、えっ、ー、と、たと、普通ならね、マニュアルでじゃあピント合わそうとなった場合、えー、まあここの FN を押して、まあ僕だったらここでマニュアルってなるんですけどもね、これだったらね、ちょっと、 手間なんですね。ここまでの時間がかかってしまうんですよね。もう一回だけだと。マニュアルフォーカスまたね、普通に基本オートフォーカスの人とか、またここに設定し直さないといけないんで、ちょっと手間なんですよね。なんで、もっと簡単にね、設定できる方法があります。はい。まずはね、もう簡単です。ここを今 AF、今、AFMF っていうふうな、えー、この切り替えタブがありますね。これを AFMF にしてください。 はい。そして、ま,またさっきのように合わすと、今は、えー、合ってますよね。あのガムテープの方に。そして、ここを、さっき AFMF のボタンのところに、ここに真ん中にボタンがあります。ここを押すボタンがあります。ここを押しながら、押しながらですね。ここを押しながら、はい。 まあえー、フォーカスリングを回す。はい、ここですね。フォーカスリングを回す。はい、そうすることによって、ここ、えー、このワンアクションで、えー、このボタンを、ピントをマニュアルで合わすことができます。基本ですね、あ離したら、また戻っちゃうんで、基本は、こうやって、えー、押しながらですね、でえー、ピントを観葉、えー、植物の方に合わす。 はい。合わして、そしてシャッターを切る。はい。これですね。これだけです。これはすごくね、さっきの初めのやり方に比べると、時間短縮できるし、まあ、すごく大事なね、撮影の時とかに、もう一瞬の、ね、数秒が勝負だっていう時にも、これはすごく使える機能だなって僕は感じております。ぜひね、このようにして、フォーカスを。 一瞬その時だけ手動で合わせたいと思う場合は、ぜひね、先ほどの設定で合わせてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。